にちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは、中級ですね。中級の11課、32番目のビデオです。昨日と一昨日のビデオはカウントしていません。なんかただね、日本の観光地を行っているの で文法とかね、勉強の、ね、32番目、読む書くです。教科書はダイガーデヤプンユダジャダルユ、みんなの日本語。これ台湾バージョンですけど、皆さんが持っている日本語バージョンとか、日本語のとか英語のとかね、フランス語のとかいろいろありますよね。でもみんなの日本語です。同じです。中級ね、インターミディエートの11課をやっています。今日は100、台湾バージョンでは128ページのこれですね、読む書くね、白川郷の黄金伝説です。白川郷はの場所です。ね、白川郷はね、ちょっと待ってください。ここにちゃんと携帯あるからね、調べればいいよね。と、白川郷、準備しておきませんでした、ごめんなさい。今調べます。これね、白川郷の、多分香港の人はね結構知ってるんじゃないかなと思うんですけど、こんな感じです。白川郷、今は冬なので、なんかこう、これ分かりやすいかな、こんな感じ、こういう感じです。こう上から見たんですけど、三角だね、トライアングルね、三角の屋根のうちがねたくさんあってもう雪の中でよく分からないかな。もうちょっと分かりやすいやつ、分かりやすい写真、こんな、これ上からみたいですね。丘の上からね、こんな風に見ることができます。たくさん古い家があるんですね。かわいいですよね、うん。でこれ白川郷です。でこの、白川郷 のね、白川郷の話じゃない、旅行の話じゃないんですね。これ世界遺産になってるんですけど、ワールドヘリテージ、ね、でそのね、黄金伝説、黄金というのは金のことです。金ね、ゴールドのね、金曜日の金、ね、ゴールド、黄金の伝説はレジェンドですね。私もね、この教科書を読むまでは白川郷の黄金伝説知らなかったんですけど、前ね、教科書を見てから行ったから、行ったの何年前かな、4年か5年ぐらい前だったと思います。冬に行ったんですけど、もうね、雪がたくさん降って、どれぐらいかな、本当にこれぐらい雪ありました、本当にそれ でもちろんね、こう雪をみんながね、こう覗いてどけておいてくれてるので大丈夫なんだけど、でもブーツ、長靴をね、レインブーツを履いて、でもね、なんかね、膝ぐらいかな、ここら辺まではね雪があってね、こんな感じで行きましたすごい大変でした。ではね、ここのね、ターゲットですね、目標は写真から内容を想像する。今白川郷の写真見せましたよね。それを見てどんな話かな、自分で考えて予想してみる、想像してみるんですね。それか、これね、結構ね、いい練習なので、皆さんよかったらやってみてください。何でもいいですね。例えばここになんか教科書ありますよね、これね。で、私これ大好きなんですけど、おすすめです。実は中級の人でもこういうね、初級 の練習問題、1年に1回でいいので、このすごく簡単な練習問題、多分ね1日で終わると思う。でさーっとやってみて、答えチェックしてみてください。結構ね、1冊で3つか4つぐらいね忘れています。じゃあこれ皆さん、この表紙を見て、表紙を見て、まあ、写真と同じね、内容を想像しましょう。でそれをアウトプット、自分の言葉で話してみる練習です。見て、私やってみましょうか。みんなの日本語初級1第2班、標準問題集ですよね。みんなの日本語って書いてあるから、まあこれは、あのすごく有名な大河でやっぱ言うダジャダルイユ、ね、みんなの日本語の初級1だから、すごく優しい内容だと思います。でここ第2班ってね、第2版ってあるから、多分ね、かなり有名で人気がある教科書じゃないかなと思います、ね。で、標準問題集と書いてあるから、問題集だから中にたくさん問題が載っているんでしょう。そうやってね、こう予想する感じですね。そういうのね、結構大事です。
言葉で、ね、自分の言葉で想像して話す練習です。意外と難しいからやってみてください。なんか見たものをね、で何か見て、でそれについて自分でアウトプットしてみるんですね。意外と単語を知らなかったり、分かってるけど上手に言えないとか、そういうのをこう書いてみるといいですよ。次ですね、黄金伝説が生まれた理由を読み取る。読み取るとの読んでこうキャッチすることね、読み取りましょう。これが目標です。ではですね、続きいってみましょう。続きのねところはね、これですね、はい、考えてみましょうですね。日本の世界遺産はいくつありますか？いくつだと思う？後で答え言いますね。いくつだと思う？だいたいそんな感じ。一つとかじゃないよね、もちろんね、うん、もうここに4つあるからね。ではね、読んでみましょう。これあのこの教科書ですね、の教科書のこのページのこれ全部ね、あの番号同じです。なんか昨日のあのなんかあの同じようなビデオでごめんね。でもあのちゃんとやっときましょうね。これね、あの日本の人だったらみんな知っている場所とか歴史とか知識なので、あの日本語の勉強をするときに日本語だけじゃなくて日本について、日本の歴史や日本の地理、ジオグラフィーね、地理とか常識だよね、コモンセンスね、常識を覚えた方がいいです。そうじゃないと会話できません。ではやってみましょう。1番知床。知床はこれね、ここね、これです。ここ、これどこ？そう、北海道です。北海道のね、半島です。ペニンシュラね、70キロぐらいあります。結構すごいでしょ、大きいね、70キロ。湖や滝や峠、峠っていうとこなんかこう 山のとこね、峠とか、あと岬、クリフですね、クリフ、岬とか、あと、ね、クマがたくさんいます。本当にたくさんいて、クマをね見ることができます。今は冬だからみんなこう冬眠っていうね、寝ているよね、かわいいよね、寝ているからクマは出てきませんが、あの春になったらたくさん出てきます。赤ちゃんのね、子グマとかもいて危ないんですよ、すごく危ない。あのなんで車で行った時にクマに餌とかご飯とかあげないでくださいね、本当に危ないです。で次です、2番、白神山地。白神山地はね、ここです。この辺りね、ここですね、こちらの絵ですね。でこれを見てですね、皆さんあの予想してください、どんなところ、ね、13万ヘクタールあって、で自然のままの森が残っています。これね、あのこんなに広いところで、本当にあの例えば橋とか道とか建物とかほとんどありません。本当にこの白神山地、この森ね、小さい森じゃない、すごい広いところで、あのなんかね、人間が、人がね、人間が作ったものがもうほとんどありません。ですごくナチュラルな状態をキープしている、すごくすごく珍しい感じです。日本の人はね、こういうの大好きなの。あの、なんていうの、私、香港に住んでいるでしょ。で、香港でハイキングに行くと、あの悪い意味じゃなくてね、でも、香港のハイキングコースは、本当に、あの、なんかコンクリートとかで、あのこうハンドレールもあるし、なんかこう、なんて言うかな、川は全部橋があったりです。日本でハイキングに行くと、結構川、小さい、本当小さい川ですよ。上を歩かなきゃいけなかったりとか、あんまりね、コンクリートはないね。そのままの感じが多いです。ここは特にそうですね。でもう、あの、なんかワイルドネイチャーって感じですごく素敵なところ、あの、超おすすめ、行ってみてください。次、3番、日光ですね。日光はもう、あの、大人気の観光地、温泉もあるしね、と日光東照宮という有名な神社があって、その、ね、この神社の、ね、神様は、ね、徳川家康です。面白いでしょ。この人本当にいた普通の人なんだけれど、とても偉い人だから、1617年に神様になって、でこの神様、この徳川家康がいる神社が作られたぐらいですね。神社を作った人は徳川家康の孫、グランサン、ね、孫です。徳川家光かなっていう人が、自分のおじいちゃんが、わあすごい偉い人だって、ね、で、あの徳川ファミリーがこれからもずっと平和で、日本がずっと幸せでありますようにと思って神社を作ったんですね。自分のおじいちゃんを神様にして作った神社なので、もう本当にね、綺麗です。あの美術とか
工芸って、工芸とこうなんていうハンドクラフトねみたいなのがたくさんあってカラフルで、なんか門とかすごく面白いところです。これ見に行った方がいいと思います。宗教リリジョン、ね、宗教関係なく、ね、キリスト教の皆さんも仏教徒の皆さん、ブディストね、仏教徒の皆さん、イスラムの皆さんも美術を見ると思って、建物を見ると思って日光東照宮行ってみてください。4番目ですね、京都、奈良と古都、仏教、神道ですね。これは仏教や神道の建物があって、京都や奈良のこう全体的にこう文化の、ね、世界遺産になっています。これ本当にいいところなので絶対来てください。私が今住んでいるのも、住んでいるというか今滞在してるから、ジャスティン奈良です、はい、でさっきの答えですね、日本の世界遺産は、今ね2022年終わりね、2022年現在は25個あります。25個ですで、ね、文化遺産というのは文化の遺産が20個、20県と読みます。県で自然遺産だから山とかあるよね、自然遺産が5県あります。なんか富士山もこれね、こっちだね、あ違う富士山すいません、こっちだ、文化遺産です。なんか面白いんですね、この話するとね、富士山はね山素晴らしいんだけれど、ちょっとねなんかねトイレとかなんかゴミの問題とかで自然だけだとワールドヘリテージになれなかったんだよね。でも文化なんかね、富士山は神様の山だと思われているので、その富士山を信仰するものとか富士山を信じている人たちのアクティビティと活動、富士講っていうんですけどね、とかハイキングの猫とねとか、そういうの全体的に文化で、富士山の文化が素晴らしいから文化遺産でワールドヘリテージになることができた、ね、世界遺産になることができました、ね、次行きましょう。5番、原爆ドーム。原爆ドームは広島にありますね、ここら辺ね、これのことです。これね、原爆ドームこの辺りにあります。これはね、ちょっと悲しい歴史ですが、第二次世界大戦、World War II ね、第二次世界大戦の時に、核兵器ですね、核兵器がなんかアメリカによって落とされて、で日本はね、この広島と長崎がね、被爆しました。被爆っていうね、受けることね。で、この核兵器を、日本は世界で唯一、この、ね、原爆の被爆になった、被爆をした国なんですね。でそれで 核兵器を廃絶、なくします、ゼロにするね、ゼロにするために、平和のためにですね、この原爆ドームをキープしています。原爆が落ちたらこんなに大変なことになるんだよ、こんなに悲しいんだよというのを教えています。皆さんね、よかったらね、これは一度は見た方がいいかなと思う。ので原爆ドームは実はよくだから見てもその原爆の怖さがちょっと分かりにくいかもしれないけど、原爆ドームからね歩いて5分くらいかな、5分10分のところに原爆資料館というのがあって、そこは資料館にはいろいろな写真とかジオラマとかがあって、原爆がどんなに怖いかというのが見られますとね。私が一番ショックだったのはね、私みたいな人ね、人が原爆が落ちてきて、で最後にね全部溶けちゃって、メルトね、体が全部溶けちゃって、なんかねこれくらいのサイズのシミ、ステインねになったの。すごくないですか、こんなに強いんですね。だからそこに町なんかね、銀行か何かの建物、コンクリートの建物に人が立っていて、で原爆で全部溶けて、で全部体がなくなって、こんな小さいステインになってしまった。でそれぐらい原爆って力が強くて、それぐらいなんか危ないものなんですよね。だから今例えばウクライナ戦争、ユクレインウォーとかウクライナ戦争でなんか小さいサイズの核兵器を使うかもしれないって言ってるけど、私は絶対ダメだと思います、うん、見に行ってみてください、うん、でね、続きいきましょう。平和大事ね、そうね、本当大事だよね。で次です、6番ですね、厳島神社。これもね、原爆ドームから結構近いです。電車で30分、40分ぐらいかな。同じ広島にあるんですけど、海の方にありますとね、
皇室を守るために作られた神社なんですけど、平清盛というその時に、ね、すごいパワーを持っていた人です。平清盛がこのね厳島神社というのを、ね、作りました。すごい綺麗です。ちょっと 見せようかな。そう、ね、見た方がいいよ ね、 ね厳島神社はね日本のなんか本当に一番綺麗な多分神社の一つだと思います。厳島神社の海の上に立っていて、なんか、ね、こんな感じの神社です。建物自体はこれ多分ちょっと夕方かな、こんな感じで、なんかこんな感じかな、昼はこんな感じですね。で海の、ね、水がねこう満ち潮引き潮って言ってハイタイドロータイド ね、 でね引き潮になったりすると、このね海のね鳥居のところまでねこんな感じでね引き潮の時だね、海の水が低い時はこうやって歩いて、ここ人だよね、こう歩いていくことができる。で海の水がねたくさんある時にはなんかどんな感じ、こんな感じ、海の中にある海の神様ですね。だから神様が海に行ったり海に出かけたり海から帰ってきたりするということかな、そういう感じですか。ほんと綺麗ですね。この鳥居がとても有名です。日本の観光、日本の政府が作った日本のイメージポスターとかにもこの厳島神社は使われています。本当美しいですよね。でこの海に出ているね、その海に向かって出ているこの建物なんですけど、これはこんな、ちょっと待って、なんだこれは、厳島神社、いなくなっちゃった、ちょっと待ってください。厳島神社ね、この厳島神社のこの建物はね、さっきのもう一回見せますね。ここがねステージのようになっていて、舞台作りっていうのかな、多分ね舞台作り、舞台のように作るんで、ここで日本の能ってこうねマスクをしておーなんとかなで踊るやつがあるんですね。なんかオペラみたいな、日本のとてもとても古い古代のというかエイシェントスタイル、ね、のオペラなんですけど、こうやって建物の、ね、中に入ることもできます。中からの景色こんな風に見えます。ここに、ね、歩くことができます。本当に綺麗なのでいつかね行ってみてください。行くとみんな大体なんかわー素敵って言いますね。私も大好き、ここ何度も何度も行ったことがあります。あ、ちなみにこの厳島神社にも鹿、ディアね、鹿がい、奈良と同じように鹿がいて、少ないんですけど、ね、なんか小さくてとても可愛いです。私が行った時はね、この鹿がずっとね、あ、私仲良くしたのね、あ、鹿ちゃん可愛いねって言ってずっと一緒に歩いてきます。犬みたいで可愛い。ね、次行きましょう。え、7番ですね、屋久島ですね。屋久島はね、あ、こんな感じ、ここにイメージがあるね。で島この辺りです。沖縄じゃありません。沖縄よりもっと九州の近く、鹿児島県の一部分なんで屋久島ですね。野生動物がたくさんいて、屋久杉ですね。ここのねこの絵はねこの屋久杉です。木ですね、すごく大きいらしいです。この何メートルもある木だそうです。なんか歴史が多分なんか2000年とかそういう感じ、何千年も生きてるような杉だそうですよ。すごいよね。でウミガメがここをベースにしてて、ウミガメの赤ちゃんを産むところに、ね、赤ちゃんじゃないか、卵、ウミガメが卵を産卵するところです。すごく有名なところですね、屋久島ね。ちょっと屋久島も見ようか、ね、みんな調べないかもしれないよね、自分でね。私ここでねいいチャンスだから見せた方がいいよね、多分ね。屋久島ですね、あ、いやー本当に綺麗なところです。ハイキングするこんな感じのところ、これちょっと分かりにくいかな、なんか こういう、あ、もう本当にねどこもかしこもこんな感じらしいですらしいっていうのは、私ね行ったことないんです、実は。自分でいつも行きたくて、でも今冬ですけど、
もう今もね、なんか母がね、なんか私にね、あ、屋久島、今度友達が、イギリス人の友達が来るので、でイギリス人の友達をね、どこかね、特別なところに連れて行ってあげたいんだけど、どこがいいかなって言ったら、なんか母がね、あ、屋久島がいいんじゃないと言ったんだけど、今行くと多分、冬で結構寒いと思うんですよね。寒くないのかな、20度ぐらいあるのかな。でもずっと雨が降るそうなので、あとここは奈良からはちょっと遠くて、奈良から行くと多分飛行機で1時間半ぐらいかな、鹿児島まで。でさらにその後船とかで行くのかな、やっぱ結構行くの大変なんですよね。だから今度香港に帰ってから、香港から鹿児島に行って、鹿児島から船で屋久島に行きたいなと思います。皆さんもぜひ、ね、行ってみてください。あと最後8番ね、首里城と言います、お城ですね。琉球王国、沖縄の元々の王国、昨日も話に出ましたけど、琉球王国貿易がすごくね盛んだった、貿易の国でした。琉球王国、小さい島の国だから、この沖縄からあと日本、北に行くと日本で、それで西に行くと台湾、中国でね、で南に行くとフィリピンで、この辺りをぐる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 ですね、中国のものを買ってきて日本に売ったり、日本のものをフィリピンに持って行ったり、フィリピンのものをね、でこうやってこう回す中継貿易というのをやって、うまく栄えていた国ですね。そこのお城です、首里城。実は大きい火事があって燃えてしまった、まあ、もそれもレプリカだったんですけど、実はね、すごくお金をかけて作ったものがね、火事でね燃えちゃってね、だから信じられないんですけど、火事の時ね、ちゃんとスプリンクラーとか動かなかったというね、大変残念なこと。今でも頑張ってお金を集めて、また首里城をね建て直すように頑張っているそうです。できたらね見に行きたいですね。沖縄本当に素敵なところなので、ぜひ皆さん行ってみてください。ちなみに今でもさっき言ったんですけど、20度ぐらいの温度があるの、この屋久島とか沖縄ぐらいは今でもね20度ぐらいで、泳ぐのは難しいけど、ダイビングとかはできます。ウェットスーツ着たらサーフィンとかダイビングもできます。なんかすごくいいところですよ。では皆さん、今日はねここまでにしましょう。そして明日はこのね言葉のチェックをやります。なんか単語をチェックしていきます。単語は伝説、世界遺産、屋根、農作物、金銀、納める、大地震、発掘、いくつ知ってますか。前に11課の単語のところでね、前の一番最初の単語のリストでね、この単語のページの時にビデオ作ってるので、それぞれの単語ね、多分この辺りにあるのかな、単語のビデオを見てくださいね、説明していますから。じゃあ今日ここまで見てくれてありがとうございます。よかったらライクしておいてくれると嬉しいです。あとまだサブスクライブしていない人は、よかったら私のビデオのとこからね、ベルマークとかをして、サブスクライブ登録でベルマークとかをしてくれると、毎日アップロードした時に分かるようになっています。どうぞよろしくお願いします。じゃあ見てくれてありがとうね。また明日一緒に勉強しましょう。バイバイ。